チョコ10個、10個ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、本当にもう、ガチ寝起き、本当に、本気で寝起き、寝起き手作りチョコレートをしていくよ。で、もう考えてたの、チョコレートは。運動中だからとりあえず音だけ聞いて。あ、音だけね。いいよ、音だけしちゃおう。とりあえず、私は、材料を取ってくる。あ、今日バレンタインデーだったか。そうなんだよ。忘れてたんだよ、五十嵐。忘れてて、普通に予定入れてたんだよ、クリニックの。バレンタインデーは、チョコを作る配信をしようって決めてたのになんか、なんかわかんないけど、予定入れちゃってて。ね。もう、今作んないと間に合わないみたいな。配信できない。当日にするんか。はい、久しぶりに来たらお顔がだいぶシュッとしたな。あー、そうそうそう、シュッとしたけど、今またぷっくりさせてるよ。そう、脂肪を注入してる。あー、こんにちは、こんにちは、あいみょん。ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、ちょっと待ってて。あ、すごい汚いね。ちょっとコンビニ掃除しといて。うち帰ってくるまでに。よいしょ。ただいま、掃除しといてくれたかな、みんな。これの残骸か。掃除してないじゃん、みんな。なんか掃除しないといけないじゃん。お待たせ、網油。ありがとうございます。すごいね、前髪も。なんかもう、どうでもいい前髪してるね。カレー食べたお魚、そうです。カレー食べた皿とかいっぱいあります。なんか、昨日の分だけじゃないものもあります。とりあえず料理っていうのは洗い物から始めるからよろしく。いいね、こうやってね。せめさん、かわいい、ありがとう。エプロンなだけで最高。エプロンなだけで喜んでくれるファン、いいファンすぎる。 最高、ありがとう、みんな。オッケー。ちょっとお皿は後ででいいかな。いいですね。はい。後で私がしっかり洗わせていただきます。運動中じゃなくて運転中だった。運転中。ああ、運動中って言ってたね、コメントでね。よそ見しながら包丁を洗うな。あ、みなさん、バラありがとう。あ、のぶささんから見破りいただいて、ありがとう。なに、ロボットさん、見破り、ありがとう。すごい、投げてくれるじゃん。運動中に。運転中にね。今から、これを使って、どういうものを作っていくかっていうと、まずドーナツを作っていくよ。うん。ちょっと意味わかんないだろうけど、何ドーナツって、ここじゃねえのかって言うんだけど、いろいろ調べたんだけど、これで、ちっちゃいドーナツを作って、それにデコレーションをするっていうね、チョコでね。はい、とてもね、計画しかしない、してない女でございます。計画はしっかりしてます。はい。これもね、洗っていこう。誰が触ったかわかんないから。しっかりね、洗っていきます。はい。OK。オッケー。で、レシピ忘れちゃったな、みんなと話してたら。包丁見えるだけでしょ。なんだ、誰だ、包丁。誰が言った、今。チョコドーナツのか。そう。ゼロカロリーの、そう、穴開いてるから、ゼロカロリーだから、今のうちにはちょうどいいなと思って。マギアに計画するの一緒。グッモーニング、グッモーニング、ヌブ、ヌブ。Good morning. How are you? ヌブ?
洗い物配信だった。ちょっと待って、ちょっと見てくるね、材料。ちょっと待ってね。材料なんだっけな。すごい、すごい、縦画面になってる？大丈夫？ボールに卵を入れて、これ、配信してる？もしかして。配信してる？あ、配信してるんだ。あ、すごい、誰かミラーボール誰投げて、誰かにマン、マン、マン、マン。誰？誰？ミスターさんミラーボール、ありがとう！ありがとうございます。ちょっと、レシピを見ますね。卵黄1個と、ホイップ大さじ 1.5。で、砂糖小さじ1。で、35g。オッケー、オッケー、オッケー。任せな。やっていくよ。のぶささん、かわいい。ありがとう。おかのちゃん、いいよ。いいよね。なんかね、ちょっとここにニキビみたいなのできちゃったのに。まあ、大丈夫でしょ。まず、卵黄ですね。白身どうするの？もったいなくない？ブレックファーストとして食べる白身チンして。ここにあれを割っていきます。OK。オッケー、オッケー、ベイビー。あー、ミサーさん、ミラーボール、ありがとう。もうね、手を使わずにミラーボールを表現するあのスキルが私には身についてきてるからね。何を言ってるのか分かんないんだけど、朝一でこう、終わりました。はい。ここに、ホイップ、なんて言ったうち、おさじ 1.5 だよね。白身は溶いて味噌汁に入れるといいよ。あー、美味しいね。最高だね。白身は泡立ててメレンゲにして乗せる。泡立てる。泡立てる。力はないかもしれないわ、私に。ホイップですね。はい。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃかじゃん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 。味噌、うん？誰だ誰だ？味噌、サミオブラ、ありがとう。ありがとうございます。頭振るねえ。振る回転だよ。振る。うん。あー、やばい、落ちちゃった。マジちょっと、テンションおかしいわ。そりゃそうだよな。起きていきなり、メイクして、今から料理を作ることになったんだからな。すごいな。全然 OK じゃないの、敵。こんにちは、こんにちは。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃかじゃ。もうちょっと上にするこれ。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃん。あ、なんかギリギリで切れるな。ここでね。OK、OK。よいしょ。ちょっと待って。ホイップクリーム？つまんで引っ張る。両側の反対側を開いてください。何言うとんが？お主は。開いとるがな。あとは君が開くだけじゃ。開かないんだけど、なんかこれ。テンションおかしいな、通常通り。これ、何？これさ、こういうことでしょ？こう牛乳みたいにさ、こう、パカーンってやってさ、こうやって押し出すもんなんでしょ？反対側も引っ張る？反対側も引っ張る？ああ、こっちも引っ張るんだね。あ、ミサ、アセミラボール、ありがとう！なるほどね。逆じゃね？逆じゃない？両側も開いてくださいって書いてある。だからどっちも開くんだ。これで、ああ、こういうことだね。こうやってくださいっていうもん。賞味期限大丈夫かな？一応大丈夫です、これは。はい。一応。1.5 だよね？ 1.5 だね。これを、1.5 って何やねん、1.5 って。OK。あ、美味しい。いや、気のせいだわ。OK。で、そしたら、砂糖を、
砂糖を、なんて言ったいがらし、小さじ 1? 牛乳みたいに簡単には開かなかった。ね、そうだよね。開かないね。小さじ1だよね、砂糖。イエイイエイ。見て、この砂糖。もうね、固くなっちゃってさ、ほら。取った箱の、こうやってはまってたの箱に、こうやってね、こう。こうやって。取った。これどうすればいいの?マジ。削ってるんだ、五十嵐いつも。これすごい時間かかる、この。砂糖削る時間。すごいなんか、何の時間だろうと思う、いつも。マジ削んないといけない。なんか削りたてが美味しいみたいな。そんなわけないあるかい、砂糖。な、誰得でもない。こうやって削る。意外にその砂糖知ってた方がいいよ、あれ。冷蔵庫に入れてる。冷蔵庫に入れてない。冷蔵庫には入れてないよ。オッケーオッケー。これを持っとく、この砂糖は。この砂糖持っといて、これで、削った部分から、削った部分があるから、これを、こんぐらいかな?小さじ1杯。ああ、ちょっと足りないな。こう入れる。砂糖削るの難しい。ああ、砂糖削る。まず砂糖削るっていう工程が必要。ちょっと甘めに作りたいから、まず入れるか。ん?何?小さじ何?なんて言った?小さじ 1? 小さじ1だよね。小さじ1って言ってたよね、うちね。砂糖固まるの、これ、どうすればいいか分かんない、本当に。もう石鹸みたいな。ね。はい。で、混ぜるんだっけ? Do you remember me? Yes, of course, good morning! Is it night there? Thank you for coming! これで、砂糖乾燥で固まる。容器の上で湿らせたキッチンペーパーかぶせて放置力。あ、湿ってるから固まるんじゃなくて、乾燥してるから固まるんだ。キッチンペーパーかぶせて放置力。ありがとう、ありがとう、そうなんだ。そうなんだ。そうしよう。いい情報をもらったわ。五十嵐。もしかして見えてた?この中。この地獄みたいな、なんか見えてた?ヘッドクッキング。アイスピックで砂糖を砕く。アイスピック持ってない。おしゃれな人しか持ってない。砂糖は湿ってても乾燥してても良くないんだって。意外に保存難しい。大変だね。で、これを、35g だってさ。入れればいいね。地獄の入り口が見えた。So good evening here. 10:55 p.m. in Brazil. Oh, will you sleep already? 地獄の入り口が見えた。誰がもうキッチン汚く使ってる?だって。私は私く引っ越してもキッチン汚く使うよ。しょうがない、それはそういう運命。そのキッチンがかわいそう。そういう運命だったの。汚く使われる。35だよね。結構入れるな。オッケー、ぴったり35だね。キッチンの下が地獄の入り口なのね。カレー美味しそうだったね。お疲れ様。カレーはね、美味しそうです。あの作る料理は美味しいんだけど、なんかね、あのその過程は見たくないかもしれない、みんな。一応うちと一緒。あ、そうなんだ。これね、美味しいよね。これお母さんが美味しいって言ってた。
で混ぜます。このまま。ちゃちゃちゃかちゃかちゃちゃちゃかちゃかちゃちゃか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 ちゃなんか混ぜてる間って何すればいいか分かんないから踊りたくなる。オッケー。え、こんなに粘度高いもんなのかな。なんか少ないけど大丈夫？こういうもん？こういうもんかな。すごいすごい粘度ですごいなんかカスタードホイップみたいな。少ないよ。これしかできてないよ。え、こういうもんかな。あ、すっごい粘度。はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。五十嵐早くです。イェイ、ヨー。小袋から出した残りのホットケーキミックスの保存方法。あー、わかんない。そのままにしようとしてた。ダメ？ダメだよね。じゃあ、ホットケーキ作るわ。五十嵐。これ使って。やめた方がいいよね。そのままにするのはね。絞りに入れて。なるほど、なるほど。はい。オッケー。それだとかという、うん、なるほどね。で、オーブンにね。オーブンに、約6分半。なるほど。オッケー、オッケー。任せな。牛乳 100cc。その前にしたらいつかよくわからない物体が発揮される。あ、そうなんだ。やめとこ。かわいい。え、ありがとう。はじめまして。はいはいはい。職員さんにかわいいって言われたよ、五十嵐。嬉しいね。これを、これに、これを注入していきます。ちょっとわかんないから、キッチンペーパーで拭いとこう。水分どうちゃらこうちゃらとかで失敗したくないからね。あ、ミスターシャミラブル、ありがとう。終わってたわ。見たら終わってたわ。やったわ、ミスターハッサン。やった。Thank you for remembering me. Of course. You're the only one who's watching from Brazil, I think. Isn't it? No? Is there anyone who's watching from Brazil? ラブ注入。ラブ注入。ドドスコスコスコドドスコスコスコドドスコスコスコラブ注入。あ、懐かしいな。いつのだそれ。違う、ちっちゃい頃だったよね、多分。あの、絞り器がないので、これに入れて絞っていきたいと思います。懐かしい。でな。絞れるかな？これで。どう思う？このビニールで絞れると思う？絞るしかないよね。絞れなくても。大丈夫かな。絞れるかな。これに入れて、この粘度の高いもの。You say you care more means I love you. Is the pronunciation right? You care more? ラブさん、何が出来上がるのかな。なんかね、ちっちゃいドーナツ的な。ちっちゃいドーナツ的なものが出来上がる予定です。こんにちは。まあ、いっか。入れるか。OK。This room is English stream? No, it's not. But it's international stream. Anyone can watch from anywhere. Okay, okay. Cookie の生地みたいだね。
け。こうなってるじゃん。こう。これはさ、絞り機ないけど、イガラシ50ルーム ?50 ルーム?あ、イガラシの50で?ちょっとそれはどうかな。こうあるじゃん。空気も入ってるけど。これで、ここ切って、なんかなんないかなと思って。いくよ。大丈夫かな。あ、ちょっと太すぎたな、絞り。絞れるわ、でも。太すぎたな。あ、いい感じ。だと思う。見て。こんな感じ。こんにちは、こんにちは。シニアの何かない。あ、ちょっと穴大きすぎたな、多分。あ、結構これ気持ちいい。こう見てみる?こうやって注入していくわけさ。こうやってね。背中がなんとか漂ってる。悲しそう?背中が。哀愁漂ってる?いいね。順調だよ。見えてないわ。いいね。なんとかかんとか、なんとかなんとか。なんとかなんとか。オッケー。ちょっとごめん、わかんないけど。ちょっとわかんないわ、ごめん。何のことだ?今、真剣だから、いらないし。邪魔しないでね、みんなね。真剣だから。あ、いいですね。お上手ですね。これで、こうさ、なんか、ぽくない?こう叩いて、空気を抜く的なことをして、足りなそうだから、ちょっと足しとくわ。足りなそうだから。足りなそうだな。オッケー。これでこう。やって空気をなんかわかんないけど、もうちょっと入れた方がいいかも。これレシピのところに。あー、結構ちょっとでいいんだね。オッケー。これを焼いていこうと思う。これを
歌い始めちゃったよ。パティシエグラドル目指せるんじゃね。あーすごい汚いけどね。はい、映していきたいと思います。それがね、はい、マイキッチンでございます。はーい、はーい。で、洗ったものですね。これはもうちょっと、はーい。本当に寝起きかオールしていた感、本当に寝起き。あった菜箸、探してた。ここにね、入れていきたいと思います。我が家の実家感あるな。見慣れてきたから平気やよ。オッケー。これで一気に何分って言ってたっけな。どんぐらい焼くんだ。6分半。ちょっと、5分半で様子見てみよう。チンして食べるわ、そのまま。白卵なんていうんだっけ、白い部分。レンジじゃなくてトースター。そう、トースター。オーブンに耐えられる形なんやね。ね、え、大丈夫かな。え、大丈夫だよね。別にそうだよね、トースターになったからってこれが溶けるとかないよね、きっとね。これなんだけど、え、なんかさ、ぐにゃってしてる？大丈夫だよね？大丈夫かな？白身、白身だ、白身。いいね。何してるの？バレンタインなので、料理っていうか、クッキングをしてます。トースター、危なくない？I miss you, omurice. Yeah, I want to cook the omurice. I love omurice. トースター危なくないよ。お、すごい膨らんできたよ、みんな。すごいよ。すごい、すごい。ほら、見える？ちょっと待って。ちょっとカメラにする。ほら、膨らんできた、みんな。すごい。ちょっと入れすぎたかもしんない。なんだ、ポンポンいってるな。大丈夫か？電子レンジが大丈夫じゃないかもしんない。大丈夫でしょう。ほら。どんぐらい焼くんだろう。もういいかな？ダメかな？イガラシのテンション。シリコンはやばくない？え、でもこれ、オーブンに入れられるやつだよ。あ、やばいやばい。卵も、卵出来上がりました。モリモリやな。あ、モリモリすぎるな、なんか。すごいことになってるな。まあいいや。形がベイビーなのが気になる。え、でも、オーブンに入れて大丈夫なんですよ。ダメなのかな？ああ、もう焼けてきてる。チンでいいわ。ちょっと忙しいな。ほら。熱いやろ。はい、できました。これがですね、とりあえずこれを醤油をかけて食べます。はい、は
はい、こちらですね、出来上がったのが。大丈夫かな、これ。醤油あげないのか。うん。いただきます。あげないの、これ。焼くの、焼くタイプ。ちょっといいわ、後でで食べるの。出していこうと思う。どっかに出せないかな。ここに出していこう。猫。ラブシャーン。あ、すごい。あー、かわいい。ほら、見てみんな。これは？朝食作りましたか？あー！かわいい。すごい、素手でね、撮るっていうね。本当にすいませんね。はーい。五十嵐キッチンです、これが。かわいいね。うん。いいですね。はい。できました。ってな感じでね、ちょっとね、できたのでね、出していこうと思うよ。思ったより成功だわ。思ったより。あ、やばい、これ、崩れたので食べたいと思います。いただきます。なんでこんなにうまくいっちゃうんだろうね。普通に美味しいですね。なんかの手料理オフ会とかは。やりたい。やりたいけど、じっこりそう。かわいい。穴が潰れてるな、これ。ラブニャン。どうしたの、ラブニャン。こんな感じでね、できました。最終的にはなぜかうまくいくイガラシ。マジで何なんだろうね。先生の才能かもしれないね。いただきます。で、そのお菓子はどこ行けばもらえますか？これは、五十嵐と、婚約してくれればもらえます。あ、バツ既婚者。既婚者の方はちょっと、もらえないです。五十嵐と結婚する勇気がある方のみ。食べまーす。性能あるよ。もう一個やっちゃおうかな。もう一個いけるな。急いで洗ってやろう。ちょっと洗って。マオ、どうしたのラムニャン。家に赤ちゃんがいるようだよ。この猫がいると。ねえ、赤ちゃん、ほら、おいで。はい、来てね、赤ちゃん。赤ちゃん来ました。赤ちゃん入りまーす。はい、赤ちゃん入られました。スタートしまーす。猫まんま欲しいの？うん。様子を見に来た。猫が。大丈夫かな、あいつって。手作り見てみたいな、食べてみたいなね。手作り食べれるイベントさ、
作りたくない？作ろう？手作り食べられるイベント、なんかバーベキューイベントとかしたい、みんなで。ラブシャン、ラブシャン人気やな。はーい、オッケー、これね、また絞っていこうかな。はかな赤ちゃん、はかな赤ちゃんイベントやってほしいね、やりたい。病院から帰宅。お、おかえりなさい。病院から帰宅だったんだね。割と少なくていいことに気づいた。そんな多くなくていいか。オッケー。オッケーじゃないな、なんか足りないな。もうちょっと作るべきだった。あ、すごい赤ちゃん。赤ちゃんどうしたの赤ちゃん。マオマオ。あ、赤ちゃんがどっか行きました。細かい作業頑張って。マジで。よいしょ、絞り買った方が良かったね、これはね。完全にミスった。絞りいいやって思っちゃったんだよね。ちょっとごめん、真剣になるわ。はい、五十嵐さん真剣入ります。真剣さん入ります。はい、わあ、もう無理だ、絞れない、もう。どっちたの？ラムネどっちたの？あ、もうないわ。2個目作った方が良かったわ。はい、ないです。バレンタイン楽しみ。え、ぜひね、気軽しね。はい、今月末、あー、でももう売り切れてんのか。撮影会でね、あのあれを着ます、撮影服をね。チョコを渡してるのでね、今月はね、ぜひ皆さん撮影会来てみてください。ぜひね、気軽しとあの会ってどうでもいいことを話そう。オッケー。それはもう一回作んないとできないね。いい匂いに反応した猫ちゃん。猫ちゃんはな、でもあれだからな、魚しかいい匂いだと思わないからな。あ、ここにあるやつかき集めよう。ということでね、はい。ちょっと待ってね。ちょっと今真剣だわ、今、この、ガサ払うために撮影会やるの、偉い。本当に、
マジやばー。マジやばすぎー。高すぎー。電気代ガス代高すぎー。オッケー。焼こうか。よいしょ。よいしょ。OK。あ、トントン忘れてた。こんばんは、こんばんは。絶対いい奥さんになるはず。奥さんになれるかどうかは別だな。なったらいい奥さんになるんだけどな。トントンしていくよ。意味あるかわかんないけど、マジ。うん、美味しい。焼かなくても美味しい。はい、オッケー。ガンガンしとる？うん。ガンガンしとる。ちょちょみんな今何してるの？逆に今日お休みな方はいらっしゃるの？あ、メサーさん、メアボラ、ありがとう。ありがとうございます。眠りバスやめなさい。あ、すいません。いや、あれ、ほらほらほら。クッキー生地で、がついた箸を、このしょっぱいやつで食べたくないから、眠りバスしました。こんなに。回しても途中で止めるやん。確かに。ご飯する。サボリーマンして配信見てます。サボリーマン。在宅ワーク。おー、いいね。バカこれから買い物するとこ。うん。いってらっしゃい。ショールーム見てます。うんだね。お休みかなんだ。今接骨院で、接骨院にいんの？大丈夫なの？接骨院にいるのに見ちゃって。また寝る。最高かよ。昨晩休みでした。ってことは今日お仕事か。うん、おいしい。うん、おほほま。あ、これもちゃんと見とかないとな。本番燃えてるのでモニタリングしながら見てます。本番燃えてるので？どういうこと？燃えてるって大丈夫なの？見て、ぷっくりしてきた。いいね、マジ可愛い。これなんか焦げてる。そんなことないよね。しっかり完食したね。電気当てたり圧迫したりして最後にマッサージだからまだ見てられる。あー、同じことやってね、うちとね。うちもやってた。あ、もうそろそろいい？なんか色ついてきてない？いいね、もうね、結構早くできるな。わー、すごい。平日の午前中でも1700人見てる。すごいな。1700人いいのか本当に。私の配信見てて全員が全員いいのか本当に。あー、暑い。マジでちょっとまだ取り出せないわ。ちょっと暑すぎて、ちょっと、うん、
なんか、ちょっとな、これ、不格好だな。はっ。熱い、だってマジ熱いわ。生地でもいるのかな？布巾ないの？布巾ないよ？うちの家。汚いやつしかないよ。はっ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 。行け行け行け、いざ、いざ参らん。はっ。かわいい。てってるってってて。謎の自慢してる。かっこいいぞ。何の自慢してたっけ？あ、かわいい。かわいい。謎の自慢何だったんだろう。何の自慢してたんだっけな、五十嵐。これちょっと穴が開いてないな。ということでね、布巾の話よ。布巾か。汚い布巾しかないみたいな話してたね。オッケー。オッケー。にゃーん。ちっちゃいポンデリングかわいいわ。かわいいよね。うん、ね。ってことで、作りました。本当はデコレーションもしたいんだけど、デコレーションが、なんかでかくない？うちの顔。すごい、すごいズームになってない？なんでこんなズームなの？え？すごい、すごい、そんなにアップにするってぐらいすごいズームになってる。そう、完成です。とりあえず、デコレーションまたちょっと後でやります。とりあえず、五十嵐は行かないといけないので。行ってきます。ありがとう、みんな、見てくれて。おかげでね、可愛いものができました。はい。可愛いですね。あー、ロボットさん、うまー、ありがとう。ペンペンさん、可愛い、ありがとう。可愛いね、ほんとにね。ほら、可愛いよね。行ってらっしゃい。ありがとう、みんな。配信終わりにするよ。来てくれてありがとうね。またね。また配信するよ。あー、やばいやばい。ごめんね、急でね、今日ね。ありがとうございました。ということで、ランキング発表していきたいと思います。20歳の方、帰るぞ !Thank you so much! イエー！汚いキッチンをバックに。12位の方、ペンペンさん、ありがとう！ありがとう！ありがとう、ともよ。11位の方、ずかさん、ありがとう！ありがとう！ 10 位の方、うるわしのじいさん、うるちゃん、ありがとう！ありがとう！ 9 位の方、M のあるさん、不在、ありがとう！不在なのね、ありがとう！なんで本当にこんなにでかいんだろう、この、なんかすごいアップになってる。8位、ロボットさん、ありがとう！ありがとうございます。7位の方、宮崎さん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そして6位の方、ねんげさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そして5位の方、田中健さん、ありがとう。ありがとうございます。4位の方、のぶすさん、ありがとうございます。ありがとう。ね、安静にね。3位の方、おじさん、ありがとう。ありがとうございます。そして2位の方、マントンさんもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そして1位の方、ミスターハッシュさん、ありがとうございます。ありがとう。ミスターハッシュさん、ありがとう。あ、なんかミスターハッシュさん、なんか投げてた。あ、猫ありがとうございます。すごい。
すごい。いやありがとうございます。ありがとうございます、みんな。ということでね、配信終わりにしたいと思います。ありがとうございました。じゃあね、またね、みんな、バイバイ。ありがとな。来てくれてありがとな。また、ちょっと時間があったら、ね、せっかく買ってあるので、デコレーションもしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。最後にあんしようか。はい、あーん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 、くえくえ。すごい、あん、あん。あ、やばいやばい、変顔してんのバレた。はい、じゃあね、またね。バイバイ。付き合わせてごめんね、女に。はい、ありがとうみんな。バイバイ。じゃあね。バイバイ。